Welcome back! おかえりなさい。マレーシア在住アルフパワースポット代表ライトワーカーともです。では鳴らしていきます。おはようございます。 Good morning! よろしくお願いします。では今日はこちらから2枚サポートをとメッセージとサポートをもらっていきます。ではよろしくお願いします。では高評価とか登録をしてくださった方は本当にありがとうございます。いつもとってもとっても感謝しております。皆さんのおかげで私は続けることができておりますので、ごめんなさい続けております。続けることができております。本当に感謝しています。これからも進化し続けますので、ぜひよろしくお願いします。では今日も皆さんにとっての皆さんへのメッセージを行っていきます。もしこれが今日1月28日のって書いてあるんですけど、別に28日じゃなくてもその時に見たメッセージがあなたに対してのメッセージになりますので、ご安心ください。ということで、はい、おこちらのカードが言っている言葉、もうなんか昨日も恋愛だったんですけど、もう純愛って感じですよね。本当になんかもう心からもう愛し合っているのが分かるっていうカードです。なので今日はなんかとってもいいことが起こりそうです。なんかもうすごい心がわーってなる感じ。そう、なんかね、このカードが言っていることは本当に純愛とか人を愛することとか、うん、なんか信じること、人を信じること、別にパートナーじゃなくても家族のことだったりとか、大切な人を信じて愛してくださいということです。うん、なんか心から愛が伝わるっていう日になります。うん、なんかこのカードが言ってるのはもう本当になんかもう強くお互い、もしね、なんかカップルの方とかでしたら、もう本当にお互いが強く愛し合ってる、もう強く信頼してるっていう風に言っています。もしシングルの方はそういう人が現れる可能性があるか、もしくはそれがそういう理想な人が現れることを信じてくださいっていう風に言っています。ちょっと昨日のリーディングにちょっと似てるんですけど、でもね、なんかね、本当にそういう風にね言われてるの。なんかもうお互いがさ、こうすごいグッてなんかこう握ってる感じがするので、そう、もう強い愛と、もう本当にお互いが信頼し合ってる、もう心と心、なんか魂でつながってるっていうことです。もしくはそのツインソウルとかと出会うかもしれないですね。うん、なのでちょっとサポートを出していきます。こちらからサポートをしていきますね。なんか、すごい、私結構さ、このカードなんかカップの2ってすごい好きなんですよね。もう全部好きって言ってるけどそう、なんかね、誇らしい、なんかザ・ツルーラみたいな感じなんですよね。かわいい。ではサポートです。このカードが言っていることは、なんかこのカードさ、なんか眠れる森の美女って感じがするんですけど、なんかこちらのカードですごい信頼しきってるみたいな感じだったんですけど、でも注意してほしいのが、信頼してすごく大好きなのはいいんですけど、束縛とかそういうのはちょっとしないでねみたいな警告みたいな感じで出ています。もしくはもしシングルの人とかがいたら、なんかこう自分磨きをしたりとかなんかするといいよみたいな感じで言われています。とにかくこう、もし恋愛とかで見ていたら、その強い愛みたいな、強すぎると、強くってもいいんだけど、なんか束縛とかそういう風に縛りつけるのはやめてねっていう風に言っています。あくまでもこう自由でいる、お互いに自由で尊敬し合った方がいいよっていう風に言われています。関係的には信頼しているからこそ自由にすること、相手を束縛するんではなくて自由にしてあげる、自由にしてあげるっていうか、なんて言うんですか、まあ、とにかく束縛しないようにっていうことと、まあ、逆のこともありえますよね。もう相手がすごい好き好き好きみたいな感じで束縛チックな感じだったら、ちょっと、まあ、見方を変えて自由な感じ、まあ、うん、自由な感じで過ごすといいよって言っています。まあ、信頼してたらね、もう相手のことを信頼してるので、相手がねどういうふうに行動しようか、信頼してたら束縛とかはしないと思うので、はい、なのでこう楽しく楽しく行くために
は信頼すること、信頼するんだけどでも束縛はしないでねっていうことです。はい、なので今日は相手を思いやることが大事ですね。キーポイントは相手を思いやることが大事です。はい、もしこの動画がいいなって思ったらぜひ高評価と、まだ登録されていない方はまだ始めたばかりなので応援してくださるととっても嬉しいです。なので登録お願いします。では今日も皆さんにとってとってもとっても素晴らしい日になりますように。ではいってらっしゃい。 Have a nice day. バイバーイ。